ケンタロウ、SRS って知ってる？何それ？性別適合手術のこと。男だったの、私。性転換して、女になったの。自分の思いを歌にするって、怖いことでしょ。集中してやりたいから、これだけは妥協したくないんだ。男？マジかよ笑うなよ、真面目な話してんだから。なんか私へのラブソング歌ってよ。キス。どうしてあの夜まで昔男だってこと黙ってたんだよ。出てってよ、出てってよ。 SRS の多くの副作用の可能性がつきまとう。まさに自分の命をかけて本当の自分を取り戻そうとしているんだ。その人のことみんなだって思えるんですか？私本気ですから。そんな難しい問題抱えた女性が苦しまずに生きていけるわけない。どうしてそこまでした？自分たちに合った本当の人生だと思ってるからだろう。誰にも干渉されない自分だけの。結局好きだから一緒にいる。俺たち全然普通の二人だよ。歩き出してみよう。